今日はサンドニにあるパークドコロラドという公園に来てます。ピクニックをしながらお昼でも食べようかなと思って今日は来ました。じゃあ早速行ってみましょう。ここはすごい高台にある公園なので、すごい空気が澄んでて気持ちいい公園です。本当に高台にあるから、なんか雲の上と目線が一緒ぐらいの高さで、ユニオンは結構その高さにすぐ行けちゃうっていうところも魅力の一つかもしれないです。I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time. Hello. 手焼けちゃうよ。すごいここ鳥がいっぱいいるみたいで。何の鳥か。いまいちわからないけど。すごい海なのか空なのか。境界線がわからない。楽しいですか？気持ちいいね。ユニオンは結構こう標高が高いんですけど、その山のてっぺんとかまでにも土地が結構立ってるのが、こっちに来てからすごいびっくりした部分。下が見えない。あの丸い球体の建物は結局レユニオンのお天気を測る建物でした。宇宙人の謎の秘密基地ではなかったみたい。オリーブの木発見。オリーブってこんなに木でできてない。見えないけどね。オリーブないね。オリーブじゃないみたい。名前がオリーブだっただけっぽい。すごい、なんか中学生の時に帰ってた山道。あれ帰ってきた。あ、公園の上側に行ってるんだ。ワンちゃんが寝てます。ユニオンは結構野良犬が多いです。でもみんななんかそんなに凶暴じゃないから大丈夫。すごい本当に綺麗。すごいここから下。おお、すごい。ここでご飯を食べます。
あ、水飲み場、フライパンもあるし、コンロもあるね。バーベキューできる。いいね、お外だと立って食べても怒られないから。ね。お昼ご飯も食べ終わったので、これからさっき見た公園にちょっと行ってみたいと思います。どれで遊ぶのも、あ、ワンちゃんだ。暑いからおいで、こっち。こっちでいいよ、ほら。よいしょ。どこ行きたい？ちょっとベンチ行く？ほら、いっぱいある。涼しい？パパ見て。一人で歩いたらなの。どれ？どれがいい？だーないない。うん、これで、おいで。今回はパークジュコロラドを紹介させてもらいました。この動画面白かったと思ったら、ぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もぜひお願いします。それじゃあまた次のビデオで会いましょう。ありがとう。バイバイ。ナナセバイバイ。楽しかった人。はい。楽しかった人。